日本鹿児島県鹿児島市母地が峰星が、峰は鹿児島県鹿児島市の町庭。郵便番号は891-0102。人口は12,327人。世帯数は5,221世帯。星が、峰1丁目から星が、峰6丁目まであり、星が、峰1丁目から星が、峰6丁目までの全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の西部、長田川の中流域にある、丘陵地上に位置している。星が、峰ニュータウンは、鹿児島開発事業団。星が、峰南台は、鹿児島県住宅開発公社によって建設された、ニュータウンである。北方から東方にかけてはごケベップ町、南方には、山田町、東方には、田上町がそれぞれ接している。町域の中央部には、 鹿児島市立星邦中学校、鹿児島市立星邦西小学校が所在しており、南部には鹿児島市立星邦東小学校がある。2009年には隣接する田上町に広木駅が完成し、鹿児島中央駅などの市街地へのアクセスも向上している。現在の星が、峰1丁目から星が、峰5丁目までの区域は、星が、 イネニュータウンとして1973年から1992年にかけて、鹿児島開発事業団によって造成された。大川内、井出が、うと、東の原、わらびやの各集落に囲まれた丘陵地帯であり、1973年に用地買収に着手し、1976年12月に建設に着手した。着工当時は234平方メートルの 造成計画であったが、社会経済情勢の変化に伴って1983年に189万平方メートルに造成計画が変更された。1981年には、鹿児島市立星法西小学校、1982年には、鹿児島市立星法中学校、1988年には、鹿児島市立星法東小学校が、相次いで開校した。 1987年3月には、1984年7月21日に、桜島の有村町で発生した噴石による被害によって被害を受けた住民22世帯51人が星がミネニュータウンなどに集団移転している。1991年に工事が完成し、一般分譲が終了した。1989年2月13日に星が 峰団地地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、多上町、五ケベップ町、山田町の各一部より分割され、星が峰一町目、星が峰二町目、星が峰三町目、星が峰四町目、星が峰五町目が設置された。1993年3月1日には、星が峰ニュータウン地区において、住居表示が実施され、 山田町及び田上町の各一部が星が峰一丁目に編入された。2004年4月1日には星が峰南大の区域にあたる五景別府町の区域を編入し星が峰六丁目が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる、高速道路、ありがとうございます。